祖籍を用いた建物を祖籍建物と言い,い、掘ったて柱建物や土台建物と区別される。池田城の古殿祖籍跡と祖籍を用いた祖籍建物は古代、中国や朝鮮半島に見られ、日本には仏教と共に伝来したとされている。祖籍建物は古代上作遺跡、国府跡、寺院跡、中世寺院跡に広く見られる。現存する。 世界最古の木造建築である法隆寺近道にも礎石が用いられている。法隆寺は再建論争があったが、現存する礎石は若草原の礎石が使われているという。西洋建築の普及により基礎に礎石を用いた建物は次第に少なくなった。低訴版の例低礎は本来は礎石建物の基礎となる礎石を定めることを言った。一方、ヨーロッパでは古代。 ギリシャや古代ローマの時代から建物の基準となる石に対して着工時に印をして建物の完成や存続を祈ることが行われていた。日本では生洋建築の普及により基礎に礎石を用いた建物が少なくなる一方建物の建設時に低組織が行われるようになった。基礎工事等は最初に行われるため低組織は建物の仕上げ工事の完了時や 完成時に行われるようになっている。ビルの入り口などには、提訴と刻まれた記念プレートが設置されることがある。中には鉛、銅、ステンレス製などの金属製の提訴箱が埋め込まれ、建物の図面、低素式当日の新聞、出資者名簿などが入れられタイムカプセル化されている。提訴版は南東に置かれることがほとんどである。保存された資料は、 建物解体時に資料として役立てられることもある。2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件への報復としてアメリカはアフガニスタンに侵攻。アフガニスタンの拠点の一つとなったバグラム空軍基地の改修工事にあたってはニューヨークの消防士や警官が運んだ世界貿易センタービルの瓦礫が持ち込まれ礎石として埋め込まれた。ありがとうございます。